こんにちは、なまはげファミリーの中地です。今日はですね、お台場のチームラボに行きたいと思います。チームラボっていうのはちょっと説明しにくいんですけど、光と音のすごく幻想的なミュージアムで、テレビで見たぞ。作品の中に自分たちが入って、自分の動きが、自分の動きが影響することによって作品がどんどん変化していくっていう、難しいと感じるかもしれないんですけど、結構子供向けの面白い施設です。チームラボ行ったことないもんね。こいつ一回行ったことあります。秋田の横手のふるさと村にチームラボが来た時一回行ったことあるんですけど、まだその時はゆずきが生まれてなくて、りょうかが抱っこ紐だった頃なんで、まあ、3年ぐらい前かな。でその時は期間限定のチームラボの施設だったんですけど、今回は常設のお台場の施設に行きたいと思います。チケット事前予約制なので、インターネットで予約してから行くようにしましょう。おい、リョウカ到着。パパ、何これ？これ船。これ船。うん、水の中入れるんだよ。パパ、これバスだよ。な、これ船だよ。船。うん、船船。もうウンチングパニック野郎め、テンション上がってる。乗らない。チームラボ。チームラボボーダーシーは館内マップも順路もあります。なんか作品に近づくと、あやり近づいてみてなんか変わるみたいだよ。あ、あやりのこと見てる。あ、手振ってるよ。ほらカエルさん見てる見てる。ほら近づいてみ。
カエル手振ってる。これ暗くて見えないんだけど、どうなってるの。あ、ランプの森だ。俺これ来たかったんだよな。てかさ、迷路すぎるんだけど。途中でやめたから。お、すげえ。本当にランプの森だ。すごい。ランプの森。あっちか。すごい。ピンクだ。どうか、どうか。なんでだ。よか、すごいね。あ、これ見て、青に変わった。
ご案内します。荷物ある方すべて下でお願いしております。大丈夫ですか？おーちゃん、お兄さんお姉ちゃん頑張って同じ場所で高くジャンプしてみてください。これ足元の星屑が集まってきましたね。お兄ちゃんの足元からオレンジ色の綺麗な惑星さんが誕生してます。お姉ちゃんの足元、大きな水色の惑星が誕生してますね。お姉ちゃんの大きな男の綺麗に爆発しましたね。お兄ちゃんの後ろには惑星が2つできてます。早速綺麗な音とともにブラックホールが誕生いたしました。こちらのブラックホールは大きな位置で全てを飲み込んでいきます。おーすげー。それでは交代の時間でその場にクリッと待ってください。スタッフじゃあいきますよ、よーいスタート。それではお姉ちゃん同じ場所で高くジャンプしてみてください。さあさあお姉さんペアの足元、綺麗な星屑が集まって惑星さんが3つもできてますね。お姉ちゃんのジャンプでも綺麗な惑星さんがたくさんできてます。じゃーん、同じ場所に飛んでみてください。せーの、じゃん、ヨコケーキ、ヨコケーキ、あら、あれ、ヨコなんか作ってる、ヨコなんか作ってる。私迷おうとして家に戻ったから迷ってたよ、牛。あ、牛入るの。なんだこの世界。こんにちは、皆様ゆっくり歩いてみましょう。お楽しみください。この離れ小島何なの。よく逃げられた。いる？ドラガメです。ニョカ楽しかった？ニョカ怖かった？怖かった？チームラボうるさかった。うるさいやつ、うるさいさ、それとさ、なんか一個あった。耳押さえてたよね。すごい身長189センチの僕が座ってもどうですかね。天井に拳1個分ぐらい余裕がありますね。あれいいね。後ろ、あ、僕が運転室を取るともう後ろは全然狭いですね。あ、後ろは僕が運転して撮ると座れないですね。狭いな。天井も低いですね。じゃあ違う車探そっか。違う車探そっか。ラリースクロス。これ何だかな。
え、なにこれ、え、え、なんだこれ、え、お、なにこれ、すげえ回るんだ、え、なんで、え、なにこれ、え、つまみを合わせて、おお、すげえ、え、これって何に使うの？もしかして降りる？え、降りるとき？何これ初めて見た。すごいね、あやり。へえ。でかいね、グランエース。なんか街走ってんのは見るけどさ、でかいね。横もでかいし。え、でも6人乗り？いや、6人乗り。これフロア結構高いね。広いけど、なんだろう、なんかあれだね、上下はさ、アルファードとかベルファイアの方が広くない？これだってさ、結構な段差だよね、うん、これ。あ、電動シートが動かない。いや、別に狭くないよ。あ、シートヒーターついてる。なんか小物入れがめっちゃあるな。ここにこれいいの？ああ、いや、ここにもあるの。軽っ。え、こんな軽いの？うちの車もっと重いよね。あ、やばい、これ天井に頭ぶつかるわ。これ椅子立ててると天井に頭ぶつかる。広いけど狭い。身長189センチの僕が乗ると天井に髪がぶつかるな。でも広いね。広いけど、なんかこのステップが高すぎるな。俺高すぎてなんか狭く感じる。俺の膝ぐらいまで、膝ぐらいの高さあるな。これは結構乗り込むのが大変。でもここ広くない？この間口。まあ、もともとハイエースだからな。はい、行くよ。軽い、軽い。30軽いんだな。20のベルファイア重くて結構力がいるな。これ8人乗りだよ。あ、やっぱステップの高さが全然違うな。やっぱ30はいいね。違うわ。シートのサポートもいいね。パパの次の車だね。で、ちょ、運転席座ってみる。シートが全然違う。なんだ、うちの車がへたってんのかな。サポートの感じ違くない？包み込まれてるよね。やっぱ一世代分の進化はでかいな。あれ、ほら、かっこよくない？スープラ。GR スープラ、GR ヤリス、GR スープラ。189センチの僕が乗ると指2本分ぐらい上に余裕がありますね。はあ、ペダルの位置もいいし、いや、運転しやすそうだな。 GR ヤリス。はい、チームラボとメガウェブに行ってきました。これから昼ご飯を食べに浜地に行きたいと思います。浜地はムス部というツインタワーが建ってて、前そこで勤務してたんですけど、商業ビルなんですけど結構子連れも多くて子供でも入れるお店がいっぱいあるので、今日はそこでお昼ご飯を食べようと思います。ムス部の地下駐車場に車を止めて1階のライフで買い物をすると2000円以上で1時間駐車場代が無料になるので、ちょっとご飯を食べてお買い物をして帰ると駐車場代もあんまかからないという素晴らしいシステムです。お台場から田町までレインボーブリッジを使うとだいたい10分から15分ぐらいで着くので、かなり近くて立地的に帰り車だと寄りやすい場所だと思います。このたこ焼きミュージアムって何だろう。でけえでけえ。
いっぱいあるんじゃない？少ない？下道を行きます。下道もね、結構綺麗じゃん。三菱自動車の本社、ファミマの本社か。お、駐車場空いてるね。はい、行くよ。いや、何食おうかな。ウオキンもあるし。ウオキンよね。あ、これクラフトビールもいいし。飲めねえけど俺。鼻垂れもうまいよね。トラジもあるしさ。いや、どこに行こうかな。牛タンス、牛タンもうまそうだな。あ、本当だ、八百屋がある。八百屋じゃないの、魚屋。へー、いいね。いい。え、前来た時こんなのなかったけどな。ここでイチゴ買ったの。あのイチゴうまかったよね。あ、安い。うん、安いね。いいよね、デリカ。いや、よくない、デリカ。タジラもあるし。ここか。こっち全然俺2回目だね。お、すげえ、そば打ってる。絶対うまいでしょう。いや、そばもいいな。あ、うまそう。あ、よかったね、お絵かきするのもらって。これうまいじゃん。お前はやる気がねえな。うまいよ、やめちゃうよ。ひでえ。2、3、4、5、6、7、11、12。あ、ちゃんとお利口さんにしてるな。約束だね。